こんにちは。1次関数の何番 ?8 と。まあ、前回の続きなんやけど、1次関数の利用の2番目、90ページ、91ページです。で、一応シリウスの中では、これが1次関数の最後になるので、動画も基本的には、1次関数はここまで。となります。もしプリント等やるときに動画を上げようとなったら上げるかもしれませんが、基本的には、基本問題はこの動画が最後になります。で、まあ、前回と同様、まあ、関数の利用のパターンとしては、すごい王道のものなんで、まあ別に簡単とは言わんけど、前回同様、暗記です、ほぼ。こう同点の問題来たらこうやればいいっていうのは決まってるんで、それを覚えているか覚えていないかっていうだけの話。だから、まあ、慣れてる人、俺もそうやけど、からしたらめちゃめちゃラッキーやし、超簡単だけど、毎回毎回、勉強せずに、記憶がリセットされているようでは、多分何度もやっても、こんぐらいのレベルになってくると難しいと感じるんやけど、実はめちゃめちゃ簡単です。まあ一応このオーソドックスなチェック A の原点の問題からやるけど、このオーソドックスに長方形とかなんか正方形とかで動いていくパターンの問題ってのは、一番最初は速さと毎秒何センチかっていうね、まあ今毎秒2センチで、で、どうせ X 秒なのよ。X 秒なのよ。だから最初の高さは 2x になる。で、次、進んだ距離がまあ 2x なんで、2x×8×2 分の1っていうのが1個目の式になると。で、2番目は、ここをスライドするんやけど、ここって BC 上ってどんだけ B から C まで、端から端まで行ったとしても高さって永久に4なわけ。なんで、この高さ変わらんっていうね。変わらんっていう。これがもう王道パターンなんで、もう問題読まなくても、どうせそうなるんやろうなっていうのは大体わかる。で、もうポイントってのは、この3番だけで、3番の、ここの最後のね、P が下っていく、つまりその三角形の高さが減っていく。で、最後 D と着地して、ここに着地して、ゼロになるっていうところになれんけど、ここの、この 16-2x っていう、ここね。ここの、高さだけ、みんな大体忘れとったりわからんっていうんやけど、こんなもんはもう、本当に暗記中の暗記で、っていうか、中1の時も同じことやってるし、中3も同じなんやけど、全体、全体から、つまり今は、6が8で、高さっていうか、AB が4だから、4、8、4だね、16よね、16。全体16センチから進んだ距離。進んだ距離ってのはずっと 2x なんで、進んだ距離はここやね、2x を引くだけなの。全体の長さやね。全体から進んだ距離を引いたら三角形の高さになれんけど、これをもう何度やっても覚えない人がいるんで、ここを覚えてよっていうだけの話なんで、覚えてと言ったら覚えてくれ。でも、どうせ問われるのはここなんで という感じで、もうやり方が完全に一つしかないから、覚えてしまえば本当に楽勝です。ということで、ちょっとそれを踏まえてやるけど、3センチ、4センチで、大事なのはやっぱこれね、毎秒1センチ、まず速さ、大事です。ということは、毎秒2センチより楽ねんな。毎秒2センチやったら 2x になるけど、毎秒1センチやったら普通に 1x で x なんで、ね。
ここの進んだ距離が x になるっていう。で、1番からいくけど、x イコール2、x イコール6、x イコール8って、まあこれ場合分けって言うけど、場合分けしとるわけね。場合で分けとるわけ。で、どういう場合かっていうと、x イコール2ってのは AB 上におると。で、x イコール6ってのは、もうここをね、ターンしとる感じなんで、x イコール6ってのは BC 上。で、x イコール8ってのは3、4。で、ラスト3の途中。なんで、ここもターンしとるってことね。つまり、CD 上。そういうふうに、こう、場合分けしとるってこと。ただ単に2とか6とか8とかやっとんじゃなくて、それぞれどの上にいてどういう問題ですかっていうのを聞いとるんやけど、まあ、これもどうせこういうやり方ない。何をどう解いても、このなんか同点のシンプルな問題っていうのはこういう感じなんで、まあ、これも10問ほど違う問題やれば、またこれかって思います。なんで、式を出すと、1番は、AP 高さ x と底辺4なんで y イコール 4x かける2分の1なんで y イコール 2x かなになりますと。つまりこれは比例ってことでね。まあ最初0から始まっとるんで、そりゃ比例やかな。あ、面積出すのか。ごめん。x イコール2なんで、これ式出してもうだけど、x が2の時なんで、ここが2ってことか。なんで 2×4×2 分の1やから、2×4×2 分の1なんで、まあ、y は4や。で、まあ今式出してもうたからちょっとついでに行くけど、y イコール 2x やね、ここは。本来、ここの AP っていう高さは X センチなんで Y イコール 2X です。で、AB 上っていうのは毎秒1センチで3センチあるんで、まあ、当然1、2、3っていうのが AB 上やから変域は0から3やな。場合分けしとるってことね。で、次 X イコール6ってのは BC 上におると。まあ、一応書くと、まあ、なんとなくやけどね。こういう三角形だよっていうこと。なんで、x イコール6は底辺4、高さ3って超そのまんまなんで、4×3×2 分の1やから、6。で、ちょっと式出しとくか。これ、さっきも言ったけど、BC 上やと、高さは AQ に3センチ、底辺は AQ に4センチになるんで、どこまで行っても面積は別に X とか関係ない。4×3×2 分の1なんで、式も Y イコール6になるんやな。で、BC 上ってのは、B が3センチ、A から3センチ来て、B から C に行くんで、3センチから、4センチまでやね。ここが4センチなんでね。なんで3たす4で7。だから辺域は3から7までね。ここを0にしないって。0ってのは最初だけです。B っていうのはもうすでに A から3センチ進んどるんで、スタートが3センチ。で、ラスト X イコール8ってのは、まあ CD 上におるってことなんで、まあ、これもちょっとなんとなくやけど、まあこんな。こんな感じの三角形。で、さっきも言ったけど、ここだけ気をつけてくださいねと。まあ今、ここが8ってなってんけど、まあ、さっきみたいに式にしてやると、全体から、つまり3センチ、4センチ、3センチなんで、10センチから進んだ距離っていうのは毎秒1センチで x 秒なんで x。10マイナス x センチだけ。つまりこの x イコール8っていうとんのは、その高さが8センチとかじゃなくて、8センチ進んだってことなんで、10引く8で残り2センチやから、高さは2センチですよって言っとるっていうことや。
1番の問題と3番の問題は全く一緒。x イコール2ですよって言ったのと同じで、高さが2って言ったのと一緒なんで、2×4×2 分の1で y は4です。で、変域ってのはこの続きやよね。7からなんで、7から3センチ進んだから10。そして、式。ここだけ式が大変やけどね。y イコール底辺が4センチかける高さが10マイナス x センチかける2分の1。なんで、マイナス 2x プラス20かな。まあ、これ別に20マイナス 2x でもいいんやけど、でもまあ一応 y イコール ax プラス b って習っとって気持ち悪いんで、この感じで。で、この問題だけなんだよね。この3番の最後の0になりますよっていうところだけ、みんなが迷うところなんで、ここだけ練習すれば楽勝。で、グラフにしましょうなんで、まあ、これ山になるんだ。最初面積増えてって、BC 上は高さの変化がないんで横ばい。で、最後0になるんで、変域が0から3の、3の時に面積は3、2が6。ここに3を代入するね。3、2が6なんで、6になって、で、そこから4秒は面積はずっと6、3、7まで。7までずっと。で、最後10秒で0になるんで、はい、10秒で0。はい、こんな感じ。というので、これもう練習すれば本当に一番簡単なんやけど、やっぱ練習しないと永遠にわからない。で、3年生になって同点の難しい問題。まあ、何が難しいかっていうと、今1個しか点動かないけど、2個点が出てきて逆走したりするわけで、そうなってきたらもういよいよわけわからんくなるんで、この中2の間にここは解決してくれ。よう出るんで、同点は。で、次、形が、まあ、ややこしくなったんやけど、別に形ややこしくなっても同じやから、理屈全く同じなんで、1.6センチで毎秒1センチ。だから x ってことね。1x なんで x。1.6センチなんで、ここ6センチ。で、この AB とか BC とか CD とか DE とか、ここ何センチな？わからんやん。書いてないやんと思うかもしれんけど、このグラフを見れば速攻分かります。A からスタートするんで、A から B までまず、2秒かかっとる。で、毎秒1センチなんで、1、2、1センチずつしか進まんから、2秒やったら2センチなんで、まず AB は2センチ。で、次 BC、2から5にいっとるんで、ここは2たす3で5やから3センチ。で、次、5から9で4センチ進んで4センチ。で、9から12で3センチ進んで DE は3センチ。で、最後、帰ってきて、18センチかな。F まで行くよね。だここは12たす10、6で18なので、ここは普通に長方形の6、あ、正方形の6か。で、1番。これでもう終わったようなもんやけど、頂点 A から頂点 F まで行くのに、まあ、18秒かかってて、毎秒1センチないから18センチで決まっとるわ。で、BC 何センチですか？もう書いたけど3センチですと。で、変域5から9ってのは、5から9ってのは CD 上か。で、CD 上の式は、どれですかって言われたら、こういう式やね。まあ当然1次関数なんでね、ずっとつながっとるわけけど、まあ、つまり、ここが CD 上ってことね、グラフで言うと。で、この式はどうやって出すんですかって言われたら、それ1次関数なんで座標を出して、で、x の増加量分の y の増加量で a を出して代入して、B を出す。切片を出す。そんだけやから。じゃあ、ここができん人がおれんけど、それはもう復習して、それはもう教えたから、動画を見て、もう一回。
X が5のとき、Y が6。X が9のとき、Y は18。なんで、CD 上は A イコール X の増加量4分の12から3。なんで、Y イコール 3X プラス B。で、まあ、どっちでもいいです。5、6をじゃあ代入してやって、5イコール6イコールか、15プラス B なんで、B イコールマイナス9やから、Y イコール 3X マイナス9となります。これはもう、教科書通り出すって感じです。で、12から18ってのは、最後の、ラストスパートの、ここやな。青いところ、EF 上になります。で、これどうやって出すんですかと、これも全く一緒ねんけど。ただ、CD と EF ってのは同じ、まあ平行なわけで、まあ、そうなると逆走しとるだけやから、まあ簡単に言うと、ここの傾きと、ここの傾きっていうのは、右上がり、左上がりっていうだけで、絶対値は同じはずなんで、まあ普通に出してもいいんやけどね。ここの座標が、わからん人は12、18とか、18、0とかで出せばいいだけだけど、まあ理屈を考えると、ここの傾き同じはずなんで、毎分1センチで進んどるわけやから、だから y イコールマイナス 3x プラス b。つまりこの 3x のマイナスバージョンってことね。で、あとは代入するかな。0イコール18、0代入するとマイナス54プラス b かな。だから y イコールマイナス 3x プラス54になる。で、この4番だけど、これがもう超王道問題。まあ基本的にこれ出ると思ってくれ。すべて求めなさいんだけど、なんですべてかっていうと、15って多分、なんとなくこのあたりやと思うけど、面積大きくなっとるときと、面積ちっちゃくなっとるときと、2回出てくるわけよ。答えが。で、これもなんか適当に出そうとする人おるんやけど、式出したんで、ここの式が y イコール 3x マイナス9。で、この青い方が y イコールマイナス 3x プラス54って出したんで、せっかく。この式に y イコール15を代入すれば速攻出るんだよ。だから式を出すっていうね。一次関数とか関数やってる時になんかちょこまかちょこまかやってる人おるやんけど、そうじゃなくて式出して、で、問われとる数値代入して答え出せばいいだけなんで、15イコール 3x マイナス9と。で、3x イコール24なんで、x イコール8。で、15イコールマイナス 3x プラス54。3x イコール39なんで、x イコール13かな。ということで、8、13。はい。というふうになりますと。まあ、確かにちょっとややこしいのかもしれんけど、まあなぜこんなに流暢にできるかっていうと、本当に慣れとるから、もう何度もこの問題、この問題というか、このシリウスの問題っていうよりは、こういった同点の問題をもうめちゃくちゃやり込んでるんで、もうスタートに立っとる時点でゴールテープが見えてんだよ。だからそこまで走ればいいだけなんで、それをまずそのどうい行けばいいか、どういう道のりを進めばゴールの方向に進むのかっていうのをちゃんと一つずつこれを出して、この式を出して、こういうふうにやって、連立してとか、交点なら連立してっていう工程をちゃんと一つずつ覚えてください。で、覚えるっていうのはその丸暗記っていうよりは理解するっていうことなんで、問題、新しい問題をこう解いていくしかないです。なんかこう、じっとこの問題を見て暗記しようみたいな、そういうことではないって。ということで、1次関数の基本編は終了します。ありがとうございました。